レニートリスターノは、アメリカ合衆国の盲目のジャズピアニストで作曲家。演奏家としては、クールジャズやビバップ、ポストバップ、アバンギャルドジャズのジャンルで活動した。ジャズの歴史においてはいささか歌唱評価されてはいるが、即興演奏家としては、顕著な独創性や、驚異的な活動ゆえに、通りのジャズ愛好家から、長らく称賛されてきた。さらに教師として、 リー・コーニッツやビル・エヴァンスらを通じてジャズ界に抜本的な影響を与えてきた。シカゴにおいてアベルサからのイタリア系移民の家庭に生まれる。本名はレナード・ジョゼフ・トリスターの幼少期に失明したが10代になる前からピアノと音楽理論を学び、1943年にシカゴ・アメリカ音楽院を修了した。 ジャズへの関心から1946年にニューヨークシティに転居した。トリスターノは、火星法についての高度な理解力によって、同時代のビバップ運動をさらに上回る複雑な音楽様式にたどり着いたが、本人は常々、チャーリー・パーカーやバド・パウエルから大きな影響を受けていると公言してはばからなかった。トリスターノの様式に影響したその他の人物は、 初期の録音からも明らかなように、ナットキングコールとアートテータムである。トリスターノと、その一派は、主流派である、ビバップジャズに傾倒していたにもかかわらず、パーカーや、ディジーガレスピーラビバップの騎手たちとは、たまにしか、演奏や録音を行わなかった。トリスターノ派は、しばしば、クール、ジャズと、定義されて、ビバップと対称されてきたが、とはいえこのような呼び方は、 トリスターノ流の音楽様式を1950年代の西海岸のクールジャズのような無関係な様式と一色多にする恐れがある。トリスターノの初期の録音の中で最も重要なものは、モンテイのサクソフォン奏者リー・コーニッツとオーン・マーシュとの60奏による1949年の録音である。伝統的な構成による たくさんの楽曲の録音が済むと、トリスターノはグループに、イントゥイションとディグレッションの2曲を録音させた。どちらの曲も、旋律や、火星進行、リズムがあらかじめ定まっていない、完全な即興演奏であった。そのためこの2曲は、フリージャズや、フリーインプロビゼーションの最初の実例として、しばしば言及されている。1953年の、 デセントイントゥザ・メールストロームの録音はオーバーダビングの実験としてとりわけ重要である。荒削りな無調の楽曲はセシル・テイラーやボラーバーグマンのずっと後年の作風に宣伝をつけている。トリスターノがアトランティックレコードから発表した2枚の重要なアルバムは今でも代表作として名高い。1955年の記載トリスターノは レクイエムとターキッシュマンボのオーバーダビングやラインアップと東32丁目のテープの速度変調といった革新的な録音の実験で知られる。第2部はリー・コーニッツを従えたクラブにおける紛れもないギグである。レクイエムは今は亡きチャーリー・パーカーへのトリビュートである。深みのあるブルースの感覚で名高いがこのような表現様式は いつものトリスターノのものとは違っている。ただし、最も重要な作品は、ラインアップである。うねうねと果てしなく続く、奇妙な旋律の即興は、オール・オブ・ミーの変装に基づいて、申し分なく展開されるが、驚くべきことに、ちょうど3分半で終わってしまう。1962年の、ニュートリスターノは、ジャズピアノの独創として今なお画期的なアルバムである。 今回は、オーバーダビングが使われてはいないけれども、構想に全く隙がない。とりわけ古典的な、G マイナーコンプレックスは、Udo B、So Nice to Come Home to の変装に基づいている。トリスターノは、ジャズベース奏者の伴奏法を左手で真似しているが、その手法は、目立っており、しばしば模倣された。左手の旋律線と、右手の驚くほど広がる。 戦慄戦との組み合わせは、大法的な思考で処置され、バッハに対する、あからさまなオマージュとなっている。トリスターノがレコード会社に対して、不信感を持ち、公開演奏にも次第に、消極的になったことから、録音はかなり散発的に行われ、その多くが、音質にひどくムラのある、実況録音にならざるを得なかった。録音されて発表された生演奏には、 1950年代のニューヨークのハーフノートクラブのライブ音源や1960年代のヨーロッパにおけるコンサートの音源も含まれている。トリスターノは自前のレーベルを発足させた最初のミュージシャンの一人であり、ジャズレコード社は現在はトリスターノの娘でドラマーのキャロルによって運営されている。 1940年代の末から没年まで音楽教育に携わり、1950年代になるまでには教職に全力を傾けた。トリスターノは体系的にジャズの指導を行ったジャズ教師の先駆者と呼んで差し支えない。トリスターノの革新的な指導法は幅広い層のアーティストを啓発した。チャールズ・ミンガスやビリー・ジョエル、ビル・ルッソ。 コニー・クローザース、レニー・ポップキン、サル、モスカ、リズ・ゴリール、ハービー・ハンコック、リー・コーニッツ、ウォーン・マーシュ、シーラ・ジョーダン、ビル・エヴァンス、ビリー・バウアー、フランカ・ニジアス、ベティ・スコット、ジェフ・モートン、ウィリー・デニース、ジェリー・ティリッツ、ドン・フェレラ、ロニー・ボール、ピーター・インド、ジミー・ハルペリン、ビリー・レスター、アラン・ブロード・ベント、マーク・ターナーらのジャズミュージシャンに加えて、 ジョー・サトリアーニア・キース・ウェマーソンらのロックミュージシャン、アマツサエ・ラッパーで、フランシスコ会の修道士・スタン・フォーチュナまでが、トリスターノの恩恵を受けている。ジャズベーシストのピーター・アインドは、2005年10月に、ジャズの理想、レニー・トリスターノとその遺産を発表した。同書では、トリスターノのジャズに対する貢献が記録され、論証されている。ありがとうございます。